最初ミドル使ってっていいと思います。はい、ライトからバックです。上がった、バックアタック、ター射体です。ライト前回の時にこう一番こう選手として意識することって何ですか。まあもう攻める気持ちですよね、はい、ちょっとでも対角線のサーブ上げました。バックメリダン、パワフル、なんか縦の B みたいな感じですか。だからたまに、あのあれなんですよね、速攻で前で入っている時とかぶっちゃったりすると、ちょっと危なかったりするんですよね、たまに、のサーブでした。 TFU ダイレクト押し込んだ、さすがですね気持ちで押し込んだ感じですね、はい、監督です。ブロック、ちょっと低かったかな、うわいいですね、強いサーブ C 拾った、ブロード上がっている、レフトつなぐ、内瀬戸拾っているがつなげませんでした。ポイントトヨタ車体25対17、まずトヨタ車体が第1セットを取りました。ラリーが続きます。メリマン、もう一度レフト、深いところを狙いました。セット目もラリー続きます。セッターがいなかった。ライト、あストレート、ちょっと PFU が PFU バック、セット決めました。9対4、落ちました。ブロック、メリマンダイレクト打ち返した。ラリーが続く。メリマンつないだ、さあラストボール打った、切りましたね。いやーよく打ちました。レフト打ち切れない、ブロックアウト。25対11、トヨタ車体が第2セットも取りました。セットカウントこれで2対0となりました。トヨタ車体はまあ落ち着いているので、はい、返ってきたボールもしっかり高さを持ってセッターにぴったり返ってたので、はい、まあ、そこの差はあるなとは思いますね。早いですね、はい、いい攻撃ですね。山下はセッターです。メリナ、今両方ともドリスのメリナのスパイクフォワードでしたが、よく決めました。あります、そうですね、よくあのブロックフォローとかもよく上げているので、はい、またされました。 PFU ブルーキャッツ、ここからどう巻き返していくか。ドリスは使わない、エバータを使ってきました。ワンタッチ、バックアタック、高層が決めました。いいサーブですが返っています、うん、メリマン角度がありますあれは取れないですね、落ちた。ライト津が決めました。ここはまず逃れました。 PFU PFU は左利きの選手が多そうですね。ここは最後は内瀬戸が決めて25対19、結局ストレート3対0でトヨタ車体が取りました。やはりちょっとトヨタ車体には及びませんでした。底力の違いと言ってしまえば、まあ、それまでなのかもしれませんけれども、やっぱ最後 の、 その決定力だったり、はい、あのそのせっかく上がっているのでそのパス力だったりとか、はい、そういう部分だと思うんですけど、まあ、まだ始まったばかりですしね。そうですね、はい、PFU もいっぱいあの経験積んでどん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 強くなると思います、はい、川上由紀選手にお話を伺います。まずおめでとうございます。ありがとうございました。中で、ま
バリエーションをもっと増やしていこうっていう話をしていて、それがなんとか実行できたかなと思います。私たちのスローガンが頂点の頂で戦う挑戦なので、何事にもやっぱり挑戦者の気持ちで戦うっていう気持ちで、来週も試合が続くので気を引き締めて頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。